ンとサトミとリーヌとルートです。せーの、ストトリーでーす。本日ですけど、はい、マリオパーティー、自分が一番得意なミニゲームなら絶対に負けない説。イエーイ。マリオパーティーね、いろいろなミニゲーム本当にね100個ぐらいありますけども、この中で自分が一番自信のあるゲームを持ち寄ったら、その人は絶対に1位になれるんじゃないかと。まあ言ってしまうと1位になれて当たり前だと。 おい、プレッシャーかけんな、まあ、プレッシャーすごいな。ステージを持ってきた人が1位だったらその人の勝ちで、1位じゃなかったらその人の負けです。なるほど。負けた人は身も心も恥ずかしくなっちゃう罰ゲームセリフと、ツイッターの名前の後ろにアットザコというふうに。うわー、嫌だー。よろしくお願いします。やだなー、やだよー。はい、ちょっと一番自信のあるやついない？なんか俺これ絶対勝てるよってやつ。僕あるよ。反射神経、自分で言うのもなんなんですけど、いいっすよね。なんでその反射神経を極めたステージがあるんですよ。おー、なのでちょっとそちらの方やっていこうかなと思います。葉っぱに飛び乗って誰よりも高く登りましょうということで、これ反射神経を極められるやつ。これ僕も強いからね。そうなの？え？そうなの？これは1回だけ？1回挑戦。1回切り。うわー、これやばい、プレッシャーでしょ。まあ、コロンは1位じゃないとダメだよ、これは。はい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 、もう任せてくださいよ。1位になればいいんだもんね。1位になればいい、1位になればいい。コロン本番だよ、コロン本番だよ、コロン本番だよ。やばいやばい、ほんまに緊張するやつ。緊張する男。やばい、ミスった。コロンちゃん？やばい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 、ミスった。まずいミスった。緊張してる。 やはり本番に弱い男。本番に弱いか。左左、ちょっとさ、やばい、ね、カットしない。左右、カットしない。ダメです。右左右、カットしようよ。ダメです。カットしようよ。カットしようって。お、トゥルル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 。あの全然もう僕が負けでいいんで、もう一回だけ。じゃあ次、ルートの選ぶゲーム。僕の得意なやつといえば、いやこれおもろいな、これです。出たよこいつ。だってここに表示されてるハイスコア異常だもん。だってこれね、あのやったらわかるんですけど、このようにボタンを押して回るっていう。早い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 、もう早い、もうレベチなよね。俺の予想だとね、さとみくん今コントローラー買いに行ったからね、多分。いや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 、絶対買えてきてる。そんな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 。やばい、俺これデビュー戦なんだよな、このコントローラー。デビュー戦、デビュー戦負けない。緊張しろ緊張しろ。はい、早い早すぎだ。うわー、はい、止まっちゃった。任せる、俺が行くぜ。やばい、おら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 。あ、半分だね、ルート半分だね。行けそこに行く、頑張れ頑張れ。怖い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 、やばいやばい。あー、くっそ。頑張れ頑張れ。えはは、強すぎる。一番上の縄跳びでお願いします。うわ、縄跳び、縄ぴょんぴょんでお願いします。これ僕ね、何かの時のトラウマがあって、僕以外100回飛ぶっていう。そんな回あったの？マジで、マジで鬼だ、こいつら鬼だ。あー、あー、待って、練習しましたよね、あなた。なんでそんなに飛べる。100回行ってるってこれ。すごい、マックスなんだ。やったやったね。トップレベル。どっかで練習してきた。サトミ君してないだろ。いや、サトミ君、いやこれミスってくれねえから。ただのサトミ君、すぐ負けろ。ふぅ、はい、ぴょんぴょん。さすがにもここでミスる、はい、5回。ルートの新記録あるよ、これ。あるある、すごい、更新ある。おめでとう、記録更新。さあ、怖い。24。やばい、手震えてきた、手震えてきた。25、26。プレッシャーに弱い。早い早い早い。ずるい、やらしい。どうした、やらしいわ。やっぱサトミくんプレッシャー強いな。すごいな、やね、本番強いタイプやね、サトミくんは。あー、デンジャー、ルートくん。サトミくん、今日のご飯何食べたの？いいよいいよ、いいよいいよ、そういうの。何食べた？いいよ、ハンバーグ。ハンバーグ食べたの？サトミくんハンバーグ好きって言ってたもんね。サトミくんの好きな曲って何？
この曲って何？やばい、笑わせないで。美人になりたい。パティシエになりたい。やられた、頑張れクロちゃん。パティシエになりたいの。パティシエでもなかなか難しい。あいつ何も考えてない。さあ、全然負けない。あのくん誕生日いつ？やったー！阻止したぜー！ナイス！すごい！ともみくんの弱点は誕生日を聞かれることだ。いや、じゃあアイスキャッチしちゃおっかな。お、オッケー。はい、おいおい、違うか違うか。てかこれリンヌ君の邪魔すればよ。やめろ、やばいやばいね、リンヌ君邪魔すればよ。これやめろよ、僕邪魔するわ。ずるいぞずるいぞ。さとみ君アイス回収。来ないで来ないで来ないで。邪魔しろ邪魔しろ。やだー、ちょっと。オッケー、邪魔しろ邪魔しろ。やだちょうだい、アイスちょうだい。よしよしよし、あ、これ勝ったぞ。やだこれは、やだ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 。あれ、あれ別にそんな邪魔もしてない。普通にやってたんだけどな、今。ちょっと待って、ちょっと待って、スコア見て気づいたことない？2-2-2-0。怖い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 。そういうドッキリ、これやられた。よこんなよこんなよこんな、怖い怖い怖い。じゃもう一枚する？今選んだ捨てじゃなしでも4人まま。分かった。はい、じゃあもう一回、僕反射神経系いいっすか？パタパタジャンプ。同じ感じじゃないこれ。同じやつじゃねえか。違うから。同じような感じじゃんこれ。違うゲームにこれ。絶対負けない、絶対勝つぞ。よいしょよいしょ。はい、もうそこ落ちた。いやー、待って、汗かくんだけど。こうしてこうしてこうして、手汗えぐいて。やばい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 。いいよ、手汗えぐいよ。待って、みんな上手くね？よくないか？全然行ってねえ。あれ？全然行ってねえわ。クロちゃん、かけらも行ってなかったわ。僕はね、あれなんですよ。どれ？豪運の持ち主なので一応。豪運？ルート君が豪運だったことあんま見たことないけど。あ、これ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 。これかー。味方知ってる？これの爆発するやつとしたのやつ。ないだろ。あるんだよ。お前あったら豪運じゃねえじゃねえかよ、マジで。あ、待って。これね、ちょっと待って、見える見える。ね、これね、緑爆発するから。そっちでお前。オッケー。じゃあ。緑爆発するから。えい。はい。逆に。あれ？ちょっと待って待って待って。あ、白だ白。ごめん、見間違えた見間違えた。これ白爆発する。まあ今回ちゃんと見たからね。ちゃんと見る時間あったよ今回は。だから爆発。おーい。ね、これね、赤が安全です。あ、そうなの？これ見たらわかるんだよね。俺たちもう勝ちなんだけど、もう意味わかんないんだけど、やる意味なくなっちゃった。これはたまにクッパの目が一瞬光るんだよね。白でいく。あ、白はこれ安全だね、大丈夫。これはルートかルートか。ルートか。アップデート入った、これ。アップデート。リーヌはここしか勝てるチャンスないんだから。誰が運だけだよ、やめろ。真ん中。オッケー。セーフ。あ、あ、あ、マジかー。負けた。ラッキーボーイ。なんだこれ。負けたよ、僕。あれがいい、クッパ百面相。何それ、何これ、それやろうぜ。そっくりすればいいのね。見せればいいってこと？そうそうそう。てか待って、リーヌ強そうこれ。あ、やばい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 、分からん。まずこっちはこうでしょ。あ、ウォーがちょっと左下に行って、もう模写だからな、こんな100点かもしれん。やばい。え、僕も100点なんだけどこれ。え、なんか僕違う。なんか違う。くっさー。でも僕、これおかしくない？これおかしいってこれ。僕なのこれ。今度こそ連打しますか？いいね、これ連打は敵に阻止されないから。そうだよ、己との戦いだ。ほら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 、早くない？待って、全然いかない。ルート君早すぎるだろ。ルート君早い。早っ。
すぎるだろあいつ。なんかやっただろ。レベチで早いんだけど。本当に。ちゃんと押した今。はい、ここで二巡して、まあ、ルートがスノボで一回勝って、あとはみんな負けたと。はいはいはい、はい、はい、というわけで全員罰ゲームです。はい、でもさ、真の雑魚ってさ一人でよくない？全員雑魚になってもね、うん、まあでもこのままでいくと完全にリールなんだけどまあちょっとかわいそう、それは優しい、うん、確かに優しい。ここはちょっと俺たち3人の雑魚決定戦、ちょっとルートがなんかいい子種目選んでくれよ。 OK、 これなんだろう。じゃあこれで、これの再会が、うん、雑魚？もう雑魚じゃない、超雑魚だよ、3人分の雑魚だから。絶対に勝つ。俺は右に行く。僕も右。右はやばいんじゃないのそれ。右はやばいよ。いいよいいよ、困らない。僕はずっと左で行く。俺はずっと右で行く。え、むずい。いかなる時も止まるな。やった！右を、え、早くない？手汗やばい、手汗やばいんだけど。ちょっと待って、あれちょっと待って、ゴールしてないんで一人だけいたんだけど。ちょっと待って、あれ、あの、星が一つもついてない子がいます。ちょっと待って、クソおもろいな、この結果。こんなに綺麗に決まると思わなかった、なんか。むしろ気まずいまであるからね、ごめんね、なんか、ちょっと申し訳ないな、なんかね。うん、じゃあ、今日解散ってことこれね。ダメ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 。まだセリフも残ってるからね。え、うん、セリフ。というわけで、罰ゲームはビールに決定。あー、なんこのスコア、なんこのスコア。というわけでですね、まあ今からまあリーヌに、はい、とある罰ゲームのセリフを本気で読んでいただこうと。今回、はい、読んでいただく罰ゲームのセリフ、はい、こちらになります、どうぞ。これなかなかだな、嫌だな、やばい、これなかなか今後のリーヌの人生に関わらない、これ大丈夫？なかなかパンチの効いてる、やだよ、まあ、ピンないと思うけど最悪ね、いろいろできますからね。ありがとうございます。じゃあそれでは、そんなリーヌのセリフまで3、2、1、どうぞ。俺を君に俺はのタイプなんだ。ふわふわよよじゃん。そうそうそう、やりたかったよ、まだまだだと思って。素晴らしい。ナイスファイト、いいよ。ナイスファイト、散々だよリーヌ、どんまい、散々だよ。まあでもまだリーヌさんまだ残ってますよ。え、ツイッターの名前を、あ、今日から3日間超雑魚に。超雑魚リーヌくん、アットマーク超雑魚。やだ、なんか俺だけ本当になんか雑魚だな。あの超雑魚全部ひらがなで星つけてね、最後。やだ、超雑魚。あ、リーヌっぽいよね、似合いそう、ね、誰がリーヌっぽいだよ。じゃあ雑魚さん最後締めてもらって。やばい、雑魚さん前回言ったことが返ってくるんだ、こうやって。じゃあ今までありがとうございました。今日からはリーヌくんアットマーク超雑魚ということで頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくね、超雑魚、よろしく。じゃあみんなも超雑魚だけどよろしくね。おお、僕たちは雑魚じゃねえけどさ、うん、あ、あ、あ、おつぶ、おつぶ。